紅白文は中華人民共和国、湖南省庁指出身のサッカー選手。中国サッカースーパーリーグ、杭州久市大所属。中国代表。ポジションはミッドフィールダー、フォワード。北京国安2004年、北京国安において16歳で、プロ契約を交わすと長級リーグデビューを果たし、ゴールを挙げる。2012年1月現在、 16歳317日での長級リーグにおける得点は最年少得点記録となった。その後も順調に成長を続け、2008年には中国サッカー協会から最優秀若手選手に選ばれた。2009シーズンは長級リーグを制覇してタイトルを獲得した。全北現代モータース2011年、K リーグの全北現代モータースに移籍した。 移籍者年度の2011シーズンで K リーグを制覇してタイトルを獲得した。公衆久し大賞2012年、長級リーグの公衆久し大に移籍した。移籍金は200万ドルである。公衆久し大では AFC チャンピオンズリーグを2回、長級リーグを4回、中国 FA カップを1回のタイトルを獲得した。2015シーズンには長級リーグのベストイレブンに、 輝いた。2015年12月24日に公衆久次第との契約を更新した。契約年数は2から5年と発表された。2008年より中国代表に選出され、2010FIFA ワールドカップアジア予選カタール戦に出場したものの0から1で敗戦。中国メディアからはそのパフォーマンスを適厳しく批判された。その後、 東アジアサッカー選手権2010に出場し、優勝を果たす。AFC アジアカップ2011の代表メンバーにも選ばれたものの、出場機会はなかった。国際 A マッチ41試合3得点。ありがとうございます。